プリンチェサです。今回はこちら、食玩のチーカグミ3ダイカットステッカー付き、こちらと雑貨屋さんで見つけた3種類のねグッズを見ていきたいと思います。はい、まずはグミから見ていこう。グミデザインは3種類、これはもうここに乗ってる感じですね。うさぎとチーカーとハチワレ、それぞれでもうカラーが違ってるのかをちょっとチェックしていきましょう。全部グレープ味になってます。ダイカットステッカーは全部で19種類あるそうです。はい、それぞれ1枚ずつ入ってるんですけれども、白押しレアが3種あるそうで、はい、どんな感じなのかな、白押しどれなのかな、ちょっと、あ、これかな。はい、回していこう。いやー、出たら嬉しいけどね、どうかな。今日は4つ買ってみました。さあ、1個目は誰だ。お、モモンガー、なんだお前って言ってます。あ、カニちゃんになる子だ、古本屋さん、はい、いいコンビ。はい、2つ目いきます。は、味を被らないでくれたらいいな。はい。お、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 お。いいね。ハチワレと、ラッコ先輩の。はい。いいですね。いいですね。ちゃんと、倒した報酬を分けてくれた、いい先輩だ。先生ってなっちゃった。ラッコさん好き。かっこいい。はい。続いては、誰かな。モモンガー、これはモモンガー欲しいわ、たまらん。かわいいですね。チャーハンかな？食べてますね。食べるの大好き。はい、ラースト。キラキラ、どうかな？さあ、ラストは。グリマンジュでした。これは辛味餅と納豆餅ですかね。あ、納豆餅も美味しいよね。このね、辛味餅っていうのは大根おろしにお醤油かけたやつで、さっぱりして美味しいんです。いいね。お餅が美味しくなる季節になってきますね。はい、中を見てみると、グミ。結構ちゃんと、パッケージ乗ってるぐらい見やすい。しっかりお顔が見えるタイプ。ハチワレ。ウサギ。そしてチーカワちゃん。あ、ちょっと見づらいかな。チーカワちゃん。やっぱ今回はそれぞれのキャラクターで色が違っている感じ。この袋はね、ほとんどハチワレだった。10個くらい入ってるかな。結構量ありますね。よく噛んで食べましょう。はい、続いては、これはスマホスタンドかな？韓国のやつになりますね。1個。はい、1200円ぐらいしたんですが。かわいいから、ちょっと買っちゃった。もう1種類あったんですけれども、それはお顔バージョンみたいな感じのが多くって、ちょっとね、何出るかわかんない具合はこっちの方がいいかなと思ったので、こっちにしました。チーカーコレクションスマホグリップ2。になってます。メントスも2個入ってるそうです。韓国のやつ。さあ、開けてみよう。誰かな？誰かな？あ、え、メントスこういう感じ？おー！なんか、あれ、ラッキーだったら何個出てくるとかっていうやつのサイズ。しかもなんか何種類か入ってるんじゃない？え、これ嬉しい。あ、こちらはコーラっぽい？ミニメントス。何味だろう？はい。です。あ、ストロベリーフレーバーって書かれてます。いちごらしい。はい。そして。あ、ハチワレだー！嬉しい！しかも結構でかい。ここにイラストがあったので、これぐらいなのかなって思っていたら、あ、うん、うん。スマホに対してこれぐらいなので、なんて言えばいい？結構でかいんだよね。あの、ガシャポンのカプセル、ギリギリに収まるか収まらないかぐらい。まあ、でかいってことわかりますよね。はい。ガシャポンもね、でっかい方ね。500円とかそういう風な感じのガシャポンのやつ。
で、これ、私さ、持ってないからわかんないんですけど、なんか伸びるよ。伸びる？伸びる。伸びた。あ、で、ここになんかシールみたいな、両面テープみたいな感じのが貼られてるので、これを剥がしてペタって貼るのね。そうすると、こうやって持って使うのに使えるんだ。あ、で、収納もできるのいいね。結構コンパクトになります。で、使うときキュキュッと引っ張ればいいのね。え、これ、結構いいかも。しかも8割、めちゃくちゃ嬉しい。ちょっとぷっくりした感じになっていて、角がないので、なんかね、触り心地もめちゃくちゃいいんですよね。え、かわいい。やったね。はい、今回はこちらが来ました。他に、ちいかちゃん、うさぎ、くりまんじゅう、ラッコ、あと、たこぎの、ね、3人、ちいか8割うさぎがいて、シーサー、モモンガってなってます。はい。かわいい。このままでもちょっと飾っておけるのはかなりポイント高いです。はい。そして、こちらはなんかね、箱の中にいっぱい卵型のがあって、同じかなと思ったら2種類あって、アクリルスタンドバージョンとスタンプバージョンがありました。まず、それぞれ2個ずつ買ってきたので、アクスタの方から開けていきます。キャンディーも入ってるらしい。これはね、一つ700円くらい ?600 円 ?600 円ですね。でした。はい。こんな感じかな。あー、キャンディーは、ポイフルみたいなやつ。で、アクスタはこんな感じ。おー、かわいい。え、キーホルダーにしたいぐらいな感じのサイズですが。で、かわいい。あ、しかも、なんか韓国語で書いてる。違うって書いてるのかな。はい。なんか落書きしてるね。かわいい。お絵描きしてるよ。見えるかな。いいですね、いいですね。あ、これもしかしてまた表面、剥がれる系？なんか、ついてる。裏にも表にも保護シールみたいなのが貼ってあったので、あ、こちらの台の方にも。それを剥がしたら、より透明感がアップした感じ。うん、綺麗ですね。うん、いい感じ、いい感じ。もう一つも開けてみよう。何が出るかな？パジャマとかね、妖精も可愛いな。2個目は、ほら、誰だ？お、お出かけな感じね。かわいい。これもいい。あ、これもいいですね。かわいい。しっかりね、細かいところまで書かれてて、嬉しいなぁ。韓国のも結構当たりだね。はい、ラインナップ表一応ついてました。こんな感じなんだね。おー、かわいい。一人バージョンはなんか、ちょっと、ポンって怒ってんの？なんか三人一緒のが結構多めにラインナップされてるんですね。これはありがたい。裏側にもあるんですよね。これ全部ラインナップなのかな？なんか全員集合みたいなのもある。これ欲しいな。はい。もの的にはね、この、韓国語の、3959もいいなと思います。はい、ではもう一つの方も開けていきまーす。キャンディーと一緒にスタンプ2個入ってるそうなので、ちょっと、2個って嬉しくない？同じ600円なんですけど、まあ、スタンプだけどね。2個は嬉しいよ。はい。では、開けます。どうなのだ？お、お星様の形？さっきと同じキャンディーと、今日と、お、うさぎと？あー、やだよ、フッシュルチーカーちゃん。もう下にインクがついてるタイプかな？ですね。あ、ここはお星様の形してるけど、下のスタンプは普通に、ちいかわちゃんな感じ。こんな感じ。赤ですね。
はい、下にも赤っぽいね、ちゃんと。あ、ハートじゃん。かわいい。ふんってしてる。あ、オレンジかな？オレンジっぽいかも。後で押してみよう。うさぎって書いてるのかな？いや、同じ文字だ。ちいかわかな。ちいかわって書いてるのかな。ちょっとくらいね、読めるようになっとかないとですね。はい、続いては、あ、かぶった？かぶってないかな？どうかな？あ、8割！どう？ 8 割とちいかわ。あ、これは嬉しい。お星様の形とハートの形があるんですね。いやー、これかわいいな。じゃあ、ラインナップ表を見てみましょう。を広げてみると、百均の中にもあるようなお顔の子もいるけど、結構オリジナル多いかな。え、このハートまみれの8割とかすごい欲しい。え、カエルのもかわいい。いいですね。キラキラしてたり。山川銀のあの8割もいいですね。はい、裏を返すとこんな風になってます。あー、これもやっぱあるやつと、なんかないやつとって感じだね。オリジナルでいくつかラインナップされてる。今回出てきたのは、この、ちいかわ8割と、やだやだしてるちいかわだったよね。あ、こちら。これと、これと、あとは、8の2個。これですね。これか。あ、これを見ればカラーが、それぞれのね、スタンプで、この色になるよっていうのがわかるって感じかな。なるほど。まあ、でも押してみるけどね。はい、じゃあ早速押してみましょう。ハチワレにっこり。これもオレンジっぽいよね。オレンジだよね。はい、お顔の向き合わせてペタリ。あ、なんかね、押した感じが、あれ、ちょっと粗い感じ。あ、うんとね、100均のスタンプすごいって感じ。はい。うさぎ。ああ、まあまあ、この顔のやつは思ったよか、うまく押せるからいいかな。なんだろう、スタンプの押すところがちょっと柔らかいんです。なので、うまくこう、力を入れづらいというか、はっきりこう輪郭を出しにくいというか、輪郭っていうかね、内側の細かいところ。ラストちいかわちゃん、やだやだ。あ、これは結構はっきりめに映るかな。こう押すときに顔が前に見えてないのもなんか違いますよね。日本だと絶対こう顔が見えるような感じになってる気がする。その顔と合わせてこう押すと綺麗に押せるみたいな。日本だったらこっち向きだよね。でも逆。だから下のスタンプを見て、こういう風にね、ちゃんと押してあげる必要はありそう。まあでも、でも、2個入りだったし、キャンディーついてたし、悪くないかな。ちょっとオリジナルをゲットするために、なんか手に入れるっていうのはありだと思います。でもまあ、改めて、日本のスタンプ、100均のすごいな。エンスカイがすごいのかなみたいな感じはします。はい、ということで今回はちいかわの気になったグッズと新発売のダイカットステッカー付きグミ3を一緒に紹介してみました。いかがだったでしょうか。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。